ームを解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはジャイアンツの先発有原が、西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、その辺りがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。内へのボール外れました。インコース打ちました、いい当たり、大きな打球になった。バッターは2番に入っている鈴木。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球、空振りです。インコース詰まりました。バッターボックスには3番吉田。2アウトになっています。マウンド上有原、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。最初は変化球できました。いいボールですね。150キロバッター見送りました。打った、高く上がった、センターが下がっていく、下がっていく。ジャイアン、初球は何で来るか。インサイド落ちました。さあ、これからバファローズが守備につきます。そしてバッターは山田。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。バッターは2番に入っている柳田。ジャイアンツ同点のランナーが出ています。ファーストランナースタート、ヒットエンドラン。さあ、そしてバッターボックスには原が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、一打同点のチャンス。まあ、ここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですね。中へ引っ張って、これはストライク。すぐに追い込みました。打席にはクロマティが入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここでしっかりと追いついておきたいですね。なるほど、そうですよね。改めてお聞きします、このクロマティ、どういうバッターなんでしょうか。いつも残せて大きいのを持てる、パワーとテクニックを合わせ持ったバッターですね。なるほど、そうですか。さあ、4球目は何か。インサイド打った、2回表に入ります。バファローズの攻撃。バッターボックス山川。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終回です。里崎さん、最終回のマウンドに上がってきました。まあ、ここをね、ゼロでいけば勝利の可能性。2球目打ちました。バッターボックスには指名打者のジョーンズ。有原、まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。引っ張った、高く上がった。さあ、そしてバッターボックスには森が入っています。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上点はやれませんから。なんと変化球打った。さあ、そして打席には吉村が入ります。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここをしのげればまだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですよね。落としていきましたが、これは外れます。ストレートですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。おい、低め、これは外れた。抵抗カウント、うちのボール打って
ンズ最後の攻撃になります。バッターは5番浅村。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える最終、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば同点。うん、まいや、はい、バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは決まっています。低め、これは外れます。打ち上げました。バッターは7番に入っている坂本。ワンアウトになっています。バッターボックスには代打の阿部。ワンアウトになっています。ところへ決めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。ボールになります。3球目は何で来るか。打った。打席には1番バッター吉田。2アウトになっています。ジャストミート。さあ、そしてバッターボックスには小林が入っています。さあ、二塁ランナー帰ればサヨナラという場面。まあ、ランナーワンヒットで。バッターボックスには代打の岡本。ジャイアンツ、この回同点となるホームランが出ています。いや、そこに決められたらお手上げですね。インローのストレート、力のあるボールです。ここはあっという間に追い込んでいます。左中間へ持っていった。ホームイン、決めた。岡本、サヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕切れ。代打としてこれ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。代打の一振りで勝負あり。ベンチの采配、監督采配、ピタリとはまりました。ああいう場面で打てるということが本当に素晴らしいと思います。勝ったジャイアンツ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。